に坂の御地蔵宗ねきが、平敦盛を供養するために建てたと伝わる。平ら創生は、平安時代後期の武将。伊勢平氏の傍流、平木州の子。平頼盛の家人であり、頼盛が、終わり神であったことから、その木代となる。英略元年2月、平治の乱に敗れ落ち延びた、源の頼朝ともを、 美濃国内で捕獲し、六原に送る。この際、より森の母である、池前二を通じて、より友の除名を求めたという。仁南元年、小六以上で、江門少位となり、同三年に、左江門の剣商位となる。また、ゴ白河院ワインの北面武士となっており、飲料であった、大和国富士衣装の和図を務めたりもしている。自称、樹影の乱で、 平家が都落ちした後の元略元年6月、頼朝は、宗木を恩人として頼盛と共に、鎌倉へ招いたが、これを、武士の恥であるとして断り、平家一門のいる八島へ向かった。頼朝は頼盛から宗清氏が病で遅れると聞き、引き出物を用意していたが、現れなかったことで落胆している。この家清氏は出家して、宮古落ちには同行せず、 元略元年7月に、本拠伊勢国で3日、兵士の乱を起こすが、鎌倉方に討ち取られている。ありがとうございます。